田部敦史と佐々木千秋のファントレタイム。こんばんは、マーケティングコンサルタントの矢田部敦史です。皆さん今回もよろしくお願いいたします。女優の佐々木千秋です。さてこのファントレタイムはファン、つまり楽しいことをトレード、みんなで交換したり共有していこうよというコンセプトが元になっている番組です。少しタイミングを逃してしまったんですけれども、実はですね、私が主演させていただいた映画ラストソングはで、撮影場所として矢田部さんが社長を務めてらっしゃるファントレさんが経営されている保育園をお借りしたと思ってるんですけれども、はい、ありがとうございました。はい、ね、実際にその輝きベビー保育園、はいはい、の三重の方で、はいはい、撮影させていただいたということで、とても綺麗で、ありがとうございます。協力的ということで、はい、本当にありがとうございました、はい、みんなあの自分たちの場所がですね、はい、映画になるということで、スタッフ一同とても楽しみにして、すごい楽しんで撮影にも参加させていただきました、うん、はい、あの実際のですね園児の方はもちろんなんですけど、保護者の方にもですねボランティアエキストラとして参加いただいたと伺っております。はい、はい、私ちょっとさ、あのドラマの撮影中であの伺うことができなかったんですけれども、もう本当にね残念なんですが、はい、また機会があったら行かせていただきたいと思っておりますが、はいはい、今後もドラマとか映画とかのロケーション協力などは。そうですね、はい、やっぱりですね、ま、保育園という場所をですね、さまざまな人にも知っていただくこともありますし、はい、せっかくの機会ですので、ぜひね、できるだけ協力してご協力していきたいなと思っておりますので、機会があればぜひまたお願いします。はいはい、ま、あの矢田部さん、こちらの保育園のね、はい、宣伝せっかくなんでお願いいたします。ありがとうございますはい、はい、私たちの保育園はですね、はい、輝きベビー保育園、江戸川区に2園あります、はい、都営新宿線水江駅からですね徒歩5分にある水江園と、はい、都営新宿線、同じくですね篠崎園、はい、篠崎駅からですね、はい、もうほぼ目の前に徒歩1分であるのが篠崎園になります、はいはい、私たちの保育園はですね、あの少しご紹介させていただきますと、はい、輝く大人と輝く子どもの未来をという保育理念を抱えております、うん、はい、はい、中心となっている教育理念はですね、はい、まあ、個性を生かして、うん、みんなで一緒でなくて良いと。個性を生かす、はい、いいことですね。自由自主性をですね、はい、生かすようにしておりまして、やはりですね子どものしたい、やりたい、こうなりたい、遊びたい、そういった気持ちをですね、育てて、はい、でより強みを伸ばしていくというような保育理念を持っております。なるほど、はい、その子どもに関わるですね、はい、まあ、大人たちも、これはただ単純に子どもたちを預ける場所ではなくてですね、うんうんうん、子どもたちに関わる場所、大人たちも一緒に成長していく場所と保育園を考えておりまして、はい、社会がですね関わる大人と社会がチーム一丸となって、将来の子どもたちを育てていくんだよというですね、そういう、まあ、志を持って保育園を行っております。なるほど、もうね、あの実際にその発達に合わせたアプローチをされたりとか、はい、ね、あの本当に食育も大切にされてるなんてお話も伺いまして、はい、すごくこう子どもとしていろんなことが吸収できる、はい、保育園に。ありがとうございます。保育園なんだなという印象がありました。ありがとうございます。はい、ぜひ皆様よろしければチェックいただければと思います。そしてですね、あの映画実際に、まあ、全体についてというか、うん、シナリオについてもですね、はい、ご協力をいただいたと伺っておりますが、はい、はい、実際にですね、動画について私の、まあ、得意とする動画の部分ですね、はい、映画のシナリオの部分で、質問をいただきまして、はい、取材を受けてそのお答えしたんですけど、それが台本に入っていたということ で、 そうなんですよ。これもすごく光栄なことだなと、はい、結構ね、肝になる部分というか、はい、とても大切な部分なんですが、まあ、実際にね矢田部さんにどうなんでしょうということをシナリオの部分で、ね、うん、ご協力いただいたということで、はい、いやこれはなんかこう、そうですね、嬉しいというか、僕自身もですね責任を、はい、まあ、これがね、公の場に、うんうん、出るということを責任を持ちながら、はい、嬉しい気持ちで、お答えさせていただきました。はい、ありがとうございました。はい、はい、皆さん映画ラストソングはですね、来秋公開予定となっておりますので、ぜひぜひ、まあ、私の公式ブログなどもございますので、また予告編等々ですね出来上がりましたらご覧になっていただけたらなと思いますので、公開日をお待ちくださいませ。ぜひご覧ください。はい、
それでは番組の方に戻らせていただきまして、まずはこの番組ファントレタイムのメインパーソナリティ、今注目の矢田部敦さんの略歴をご紹介させていただきます。矢田部敦さんは栃木県のご出身で、東京大学大学院をご卒業後、大手外資系メーカーに就職された後、ファントレ株式会社を創立され、動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で、他業種約300社以上のコンサルティングに携わっていらっしゃいます。また現在は美容院、保育園経営なども手掛けられ、今コンサルティング業界では注目を集めている社長のお一人です。ありがとうございます。そしてお忙しい中、お二人のお嬢さん、保育園の通園をはじめ、育年社長としても奮闘中でいらっしゃいます。はいはい、そして私、佐々木千秋、ドラマとか映画に出演させていただいておりますのと、市川浦ライフ M さんで言霊アラカルト愛され召し上がれでもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんな2人で進めてまいりますが、今回最初のコーナーは、はい、トレンド準備室のコーナー。このコーナーは今後広く一般的に活用されたり、ムーブメントが起こりそうな商品や商材、システムなどについて、矢田部さん独自のニュースソースなどからの情報収集に基づいてご紹介いただくコーナーです。はい、さて今回ご紹介いただけるのはどういったものなんでしょうか。はい、今回はですね、はい、学童保育園というテーマでお話をさせていただければと思います。学童保育園、はい、うん、実はですね、学童保育園、はい、これはですね、小学校の、はい、後にですね、小学校の教室を使ったり、もしくは児童館などの、施設を使ってですね、共働きの家庭のお子さんをお預かりする、うん、預かるという、そういった仕組みになっております。はい、はい、で一般的にはですね、公立の園、国が主導でやっている園ですね、はい、学童保育園が多いんですが、それがだんだん足りなくなってきて、そうなんですね、来ています。はい、その中でですね、はい、民間の学童保育園が今ものすごく増えてきているよと。そうなんですね。はい、そういったお話をさせていただきたいと思います。はい、この民間の学童保育園がですね、はい、とてもユニークなものが、増えてきていて、ただお子様を預かるだけではなくなってきていると。プラスアルファがあるということですか。はい、あるんですね。そこら辺をですね、はい、ご紹介しようと思うんですが、はい、まず民間の学童保育園も含めた学童保育園全体のお話をさせていただきます。はい、学童保育園自体、これは厚生労働省がですね、発表しているデータになるんですが、2018年のデータで、はい、前年比登録児童数が6万3000人、約6万3000人増えて、トータルで123万4千人がですね、はい、この学童保育園に登録をしていると。それに応じてですね、はい、クラス数が755箇所増えまして、約全国で2万5300箇所学童保育というものがあります。はい、これどちらもですね、過去最高の数になっているということです。そうなんですね。はい、で同時にですね、やはり待機、要するに待っている子どもたちですね、入れなくて待っている子どもたちも、はい、前年比109人増えておりまして、約1700人の方が、はい、入れないで待っているというような状況になっております。なるほど。はい、つまりですね、もう過去最高の数をどんどん増えていっているんですが、はい、待っているお子さんも同時に増えていっている状況で、公立の園では賄えないような事態になってきていると。なるほどね。はい、そこで民間の学童保育園がどんどんこう出てきているわけなんですが、はい、いくつかユニークな学童保育園ちょっとご紹介していきたいと思います。はい、お願いします。はい、東京にあるですね、はい、某学童保育園はですね、面白くてですね、ミュージカルプログラムを学べる、学童保育園。すごい。はい、これがもうただね、預かる場所ではなく、ミュージカル、つまり歌とかダンスとかですね、を通してですね、表現方法、仲間とのコミュニケーションなんかをですね、こう学んでいける学童保育園ということで、すごい、はい、とても話題を呼んでおります。そうなんですね。はい、うん、あと鎌倉にある、はい、学童保育園はですね、ここも面白くて、はい、三味線や、日本舞踊、うん、茶道とか華道とか書道が学べる学童保育園なんですね。
そんな保育園が、はい、これとても面白くてですね、はい、やはりこの日本人としてのこう所作とかですね、心の美しさというところをこの小学生の時代に、しっかり学ぶことによって、世界に通用する子どもたちを、まあ、作っていこうと育てていこうという試みで、作られておりまして、これもとても人気の学童保育園になっております。日本文化ね、なかなかこう普段はできないですよ、こんなね、なかなかね、学べる場所がないですし、学べる場所がないですからね。他にも食育に特化したですね、学童保育園では、もちろんクッキングとか、また自分たちで育てた野菜とか、そういったものを使ってですね、食を通して成長を促すという食育に特化した学童保育なんかもあるようです。食育、まあね、野菜育てたりなんてなかなかこうね、まあ、都会の子供っていう言い方はおかしいんですが、なかなかこう土に触れ合える機会が少ないですからね、じゃないかなと思うので、すごく興味ありますね。はい、まあ、こういったですね、新しいユニークな学童保育園でですね、子供たちがよりこう成長する場所とかですね、新しい体験をする場所が増えていくのはすごく嬉しいことだなと思います。いやー、こんなにいろんな学童保育があるだなんて本当に全然知らなかったもので、まあ、ちょっとね、なるほどとか、そうなのって思われたリスナーさんも多いんじゃないでしょうか。はい、ぜひ皆さんもね、ちょっと調べていただけたらいいかなと。はい、ぜひトレンドをつかんでください。はい、いかがだったでしょうか。このコーナー冒頭でもお伝えいたしました通り、ここでクローズアップしていただいたものが今後トレンドになっていけば、まさに準備室だと思っております。以上、トレンド準備室のコーナーでした。続いてのコーナーは音楽玉手箱。このコーナーは同世代の私と与田部さんが自分たちの青春というか、今でも熱く自分たちの心に思い出に強く刻まれている楽曲について、我々の独断と偏見、そして当時の思い出などをご紹介させていただくコーナーです。よろしくお願いします。はい、今回はですね、与田部さんに玉手箱のもと、シャンシャン台風さんのいつでも誰かがという楽曲をお持ちいただきました。はい、これはですね、本当に私の独断と偏見で、選ばせていただいております。はい、このいつでも誰かがという曲はですね、平成たぬき合戦ポンポコ、というですね、ジブリ作品、映画のエンディングテーマに使われていた曲になります。覚えてますかね。はい、覚えておりますよ。はい、実はですね、本当にこれ子供の頃に私聞きまして、まあ、いつでも誰かが、ずっとそばにいる、思い出しておくれ素敵なその名をというですね、素敵な歌詞なんですけど、それがすごく頭に残っていて、とても好きな曲でした。で、私自身ですね、これずっと、まあ、孤独と戦ってたというような印象を受けちゃうかもしれません。ずっとこれ好きで、もう聞いて、子供の頃から聞いて、で、まあ中学校高校、大学でですね、東京に出てくる時もこれ好きで、好きでして、そうなんですね、やっぱ一人暮らしを始めた時のこの物寂しい時とかですね、なんとなくこれを聞いたりしてですねなんかちょっと可愛い、ちょっとね、孤独な感じはしてしまいますけど、楽しくやってたんですけど、この曲も好きで、で、大学に入って、やっぱりこの大学時代の研究室ですね、科学の研究をこうやってたんですけど、本当にもう朝から晩まで、これこそ本当に、まあ、自分との戦いといいますか、ずっとこうなかなか成功しない研究をですね、ずっとやり続けるって時もですね、これを聞いて、自分を奮い立たせて、そうなんですね、やってたんですね。で、その当時ですね、同じ研究室に、まあ、親友と呼べる友達がいまして、まあ、お互いね、研究で忙しいですから、もう一生懸命研究に没頭してるんですけど、まあ、夜中ね、なかなかうまくいかなかったりすると、一緒に、まあ、ご飯食べに行ったり、まあ、一緒に話したりしてですね、お互いをこう奮い立たせながらやってた仲間がいました。僕がですね、ある日これをこのいつでも誰かがっていうのをまた聞いて、奮い立たせた時に、その、まあ、親友がですね、なんでこの曲知ってるんだと、いうふうにですね、これたまたまだったんですけど、本当にね、友達がどうしてこの曲知ってるのっていうことで、そうなんですか僕もあ、この曲知ってるっていうことですね、意気投合しまして、まあ、ちょっと不思議な話ですけど、二人でその夜歌い明かしたとこれはですね、今でもすごい思い出になっております。
いやーでも本当にその小さな頃に聞いたからとかじゃなくって、もう本当に大人になるまで、はい、やっぱりこの曲とともに渡部さんはこう、はい、孤独と戦いながらやってらっしゃったんだなっていうのがすごく分かりましたね。ありがとうございます。そうなんです。もうでそのね、お友達となかなかこうシンパシー合う友達って少ないじゃないですか。本当に親友ね、これ相当嬉しかったでしょうね。はい、嬉しかったですね。ですよね。でやはりその友達の結婚式にも呼ばれてですね、行くとこの曲が流れてました。またそこでもなんかいやこれはもう思い出にするしかないですね。はい、もうすごいとてもいい曲ですので、はい、ぜひ皆さんもですね歌詞に注目して聴いていただければなと思います。改めましてこの番組ファントレタイム、担当は渡部篤史と佐々木千明でお送りしております。続いてのコーナーはこんなところにサクセスの種。このコーナーは渡部さんの会社ファントレ株式会社さんがコンサルティングを手掛けてこられたいろいろな成功例などについてリポートしていただくコーナーです。今回はどういった業種の会社様のケースについてご紹介いただけるんでしょうか。はい、今回はですね、はい、IDECO と書いて、はい、IDECO という制度があるんですけど、IDECO、はい、ニーサとイデコっていう、まあ、言葉でちょっと覚えてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、もう一度 IDECO、 イデコというですね、制度をこう広めていくのに、はい、まあ、尽力されて成功されていった方の、うん、こうクライアント様の お話についてしたいと思います。はい、お願いいたします。はい、これはですね、はい、ちょっと難しいイデコという制度なんですけど、はい、もともと確定拠出年金という、まあちょっと保険制度に近いそういった制度のことを指しております。これいつくらいから始まったものなんですか。はい、これはですね、2001年からですね、国の制度として始まりまして、はい、はい、国民年金とか、はい、厚生年金ってありますよね、年金制度、うん、これに加えてですね、個人や企業が、うん、自分たちで、負担を増やして、それを掛け金としてですね、はい、運用先を選ん で、はい、でそれを金融機関が運用することで、お金を増やしたり、またはですねちょっと少なくなったりしちゃうこともあるんですが、はい、そういったことを得て、退職後に年金のように受け取ることができる。そうなんですね。はい、そういった制度をですね、イデコと呼んでおりまして、はい、元々確定拠出年金という名前でした。はあ、そうなんですね。なんか目的とかっていうか、まあ、どういう理由で作られたんですかね。はい、これがですね、はい、まあ、こういった制度でですね、はい、まあ、やはりこう退職後のお金に、うん、まあ、安心をしてほしいっていうね、はい、国の制度でもありますし、もちろんねそういうお金の運用をさせることによって、経済の流れを良くするというような意図で作られておりまして、とても素晴らしい制度になっております。これ知らなかったんですけれども、はい、そういう制度があるんですね。はい、実はですね2001年段階からあったんですけど、はい、この制度に関しては誰も知らないもちろん状態でした。はい、で私のね、クライアントの方がですね、そういった保険関係をやはり取り扱っている方でして、はい、まあ、ファイナンシャルプランナー FP という資格を持ってですね、はい、まあ、そのお客様の人生にとってこういうライフプラン、こういうお金のね貯蓄が必要なのでこういう保険が必要ですよ、はい、というようなですね活動されていたクライアントさんでした。はい、その方はですねこの確定拠出年金イデコ、今ではイデコという名前なんですけど、はい、この制度に早い段階から目をつけてですね、約7年前にその制度をもっと広めようということをですね活動されていました。はい、はい、とてもこう一生懸命こう詳しく話せばですね、メリットはすごいありますし、とてもいい制度なんですけど、やはりなかなかこう皆さん知らないので、広まっていかないと、なかなか広まっていかない中でですね、はい、まあ、私たち一緒にマーケティングで、お手伝いさせていただきまして、はい、まずですねどんなメリットがあるのか、それをですね、メールマガジンであるとか、ブログ、そしてフェイスブック、はい、こんなにね、税金効果もいいですし、はい、まあこういうふうにですね社会のためにとてもいい制度なんですよということをですね、発信どんどんしてまいりました。はい、はい、でその中でですねもちろんそれを、まあ、使いたいとかその制度を使いたい入りたいというようなですね、はい、方々は増えていったんですけど、
なかなかそれがゆっくりだったんですね。あちょっとねやはり難しい制度ですし、はい、なかなか保険制度ということもあってとっつけないということとっつきがね、悪いということがありました、はい、でその中で、その私のクライアントさんはですね、はい、じゃあお客さんに説明するだけじゃなくて、はい、同じように保険を紹介している方々、はい、ファイナンシャルプランナーとして、人のライフプラン、お客様のライフプランを作っている方々に、まずは認知度を高めていかないといけないんじゃないかということでですね、マーケティングのターゲットをですねガラッと変えたんですね。あ、はいはい、そうすることによってですね、今まで保険を取り扱ってた方はこれは素晴らしい制度だということで広める人がどんどん増えていったんですね。あ、そうなんですね、はい、そうすることによってで、はい、まあ、この制度に加入したいという方がどん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 企業も含めて増えていきまして、それをですね、国の方が、はい、これはこんなに増えているならもっと一気に増えるようにしていこうということで、はい、イデコと確定拠出年金というものから、はい、イデコという制度に変えまして、今一気にね、認知度が高まっていって、はい、この制度を利用する人が増えていってると。すごいことですよね、はい、こう一人の方から、うん、今そういった団体というか なんて言ったらいいんでしょう、企業さんって言ったらいいんでしょうかね、はいはい、これはなかなかすごくてですね、発信する対象をですね、はい、必ずしもお客様だけじゃなくて、いろんなね企業さんと関わる方々にすることによって仲間を増やして、はい、認知度を高めていくっていうそういうマーケティングもできるよと、そういった事例のご紹介でした。なるほど、いやーこれは本当に、すごいことですよね、はい、ね、長期的に考えたとしてもやっぱりこうなかなか成功するかどうかっていうのは正直わからないお話ですから、分からない、うん、いやーこんなこともね、はい、本当にすごい成功例だと思いました、はい、ありがとうございました。ぜひ皆さんの、マーケティングに参考にしていただければと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、皆さんいかがだったでしょうか。以上、こんなところにサクセスの種のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間になってまいりました。今お聞きの番組ファントレタイムは毎月第2第4水曜日夕方5時30分からお送りいたしておりますので、ぜひ皆さん次回もお聞きいただきますようお願いいたします。矢田部さんからも一言お願いいたします。はい、今日もですね、はい、楽しくお話しさせていただきました。ちょっと難しいお話だったんですが、うん、どんどん踏み込んでですね、はい、マーケティングのお話をさせていただきたいと思います。次回もよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。そして番組ではお聞きの皆様のご感想ご意見をぜひお送りいただければと思いますので、宛先をお伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com ファントレタイム、アルファベット大文字で FUNTRETIME ファントレタイムまでお待ちしております。それではファントレタイム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部篤と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。